父と子父親の役割では子供が発育する上での父親の役割について述べる子供の発育に関して父親が重要な役割を果たしていることが近年認識されるようになった従来は父親の役割として稼ぎ手監督者性役割モデルなどが知られていたしかし近年研究が進んで社会性の発達や知的能力の発達など 父親が子供の精神的発達に重要な役割を果たしていることが明らかになった。離婚により父親が子供の家庭からいなくなると子供は精神的な適応がより悪化し学業成績がより悪くなり反社会的な行動がより増え結婚してからの離婚率もより高くなる。戦死や病死によって父親が不在になっても 同様の傾向が生じる。これとは逆に、父親が在宅で働く場合や不死家庭の場合など、父親が子供と長い時間を過ごす家庭では、子供の社会的な発達は、むしろ良好になる。こうしたことが、きっかけとなり、父親が子供の発達に与える影響について、多くの研究が行われるようになった。父親が、不在の家庭の研究、父子家庭と、 母子家庭の比較研究、愛着の研究、親と子の気質の類似度研究などから父親の役割が調べられた。父親は子供と遊んでいる時にも子供の発達を促すような働きかけを行っている。特に子供の知的発達や社会性の発達を促すような働きかけを行っている。そうした働きかけの内容は 子供が成長するにつれて変化していく。母親は乳児に話しかける際には繰り返すリズムでソフトになだめるように話す。父親は言葉を多く用いて子供の体に触れてはっきりとした言葉で話しかける。子供は母親の顔を見ると心が落ち着いて脈や呼吸の数が少なくなり父親の顔を見ると楽しい遊びを期待して脈や 呼吸の数が増える。その結果、子供は遊び相手として、父親を好むようになる。ただしストレスの大きい場面では、母親を選ぶ。父親による、こうした刺激は重要であり、乳児の脳に健康な発達を促し、子供の社会的発達、精神的発達、知的発達に永続的な良い効果を与える。乳児期に、子供が愛着の関係を樹立する相手は、 母親に限らない。大抵の乳児は母親にも父親にも愛着を示す。子供が愛着を示す相手は独立で同等である。安心の愛着を受立した子供はその後の発達のテストにおいて高得点を取る。乳児期に確立された愛着の効果は長く続く。父親が子供の出生直後から子供に十分に支持的に関与すると 子供に良い影響を与え、生後7ヶ月の時点や生後3歳の時点で、子供の言語発達は、より良好となり、子供はより高い知能指数 IQ を持つようになる。アメリカ合衆国政府が出資した教育プログラム、アーリーヘッドスタートは、妊婦や乳幼児を対象として、アメリカ国内で行われている。この、プログラムの主要な内容の一つは、 父親が乳幼児への関与を増やすことである。幼児期には子供の行動範囲はさらに拡大する。しかし同時に行動には制限が必要となる。この両者の要請を満たす過程で、幼児は問題解決と他者との共存について学ぶ。子供と接するときに母親は身の回りの世話などの養育行為が多いが、父親は体を使う荒っぽい遊びが多い。 父親は荒っぽい遊びを通じて安全であるが冒険的な場を提供して世界や他人との付き合い方を子供に学ばせる。子供は遊びを通じて世界を学ぶ。父親は遊びを通じて世界を子供に紹介する。父親は子供に制限やルールを守るように要求し行為を一人でできるように励ます。 それは、問題解決の重要な訓練となる。母親は感情を表現する言葉を多く使って、子供が感情を理解する助けをする。これに対して、父親は、原因を説明する言葉を多く使って、子供が論理を理解する助けをする。父親は、より長い言葉を使い、より抽象的な言葉を使う。母親は主に共感によって、 子供が必要とするものを把握する。これに対して父親は遊びを通じて子供の考え、感情、希望を理解する。そして子供に何が必要であるかを把握してそれを与える。スポーツのような遊びを通じて感情のコントロールや同僚との協力関係を子供に教えることは母親よりも父親の比重の方がずっと大きい。父親は 子供が社会と良好で強固な関係を樹立できるように長期にわたって子供を支援にし続ける。父親が幼児に強く関与し多く遊ぶと子供の言語能力や認識能力は向上し知能指数 IQ が向上する。子供が学童期の頃には父親は子供に新しいことを経験させてしかも自分一人でするように促す。それができるようになれば 子供には自信が生まれる。さらに子供は自分をコントロールして、その行動を責任を持って成し遂げるようになる。この時期に父親が十分に関与すると、自分の成功や失敗は、もっぱら自分の努力が原因であることを理解して、他人のミスを責めなくなる。父親は子供に勤勉の意識を教え、技術を学べば目標を達成できることを教える。 子供が新しい挑戦に果敢に立ち向かう能力と自信を獲得するための努力を積み重ねるかどうかは、この時期の父親の関わり方が非常に重要な意味を持つ。子供の道徳的社会的想像力の発達についても、父親が重要な役割を果たす。子供に直接に教えたり、自分で手本を示すことによって、正直に誠実に努力すれば、 その報酬が得られることを教える。学校へ行く年代の子供のうち、父親が多く関与する子供は、学業成績が良い子供である。A の成績をより多く取り、量や言葉の技術が優れている。父親が子供に関与すればするほど、子供の認知能力や学業成績は向上し、社会に出てからの成功のチャンスが高まる。子供が6歳の時に、父親が子供に、 積極的に関与すると、子供が7歳の時の知能指数 IQ や学業成績に良い影響を与える。また、子供が7歳の時に、父親が子供に積極的に関与すると、子供が7歳の時や11歳の時の IQ に良い影響を与える。特に、父親が子供の学校に関与すると、子供の学業成績に良い影響を与える。 アメリカ合衆国父親センターとアメリカ合衆国 PTA は父親が学校に関与する度合いと子供の学業成績との関係を調査した結果父親が学校への関与を増やすように働きかけている母親は感情や人間関係の技術を子供に多く教えるが父親は生存のための技術や問題解決の技術を子供に多く教える父親は 子供が進んでゆく新しい世界でどうすればよいかを子供に説明する。ただし、父親があまりに厳格に細かく指示を与えると、子供は父親を頼るようになって、子供に悪影響が及ぶ。子供は感受性が低下し、語彙が少なくなる。逆に法人の子育てでは、父親から子供への情報伝達が減って、精神発達の成績は低下する。 この時期には子供の自己同一性の確立が重要な課題である。子供は友人と過ごす時間が増え、親と過ごす時間は減る。しかし子供の信念、価値観、将来計画を作り上げる上で父親と母親は重要な存在である。この時期には母親の世話が子供の独立の感覚を犯して子供と母親のトラブルが増加する。しかし、 この時期の子供は母親の精神的サポートに頼り、父親のアドバイスに頼っている。父親がそばにいるだけで良い場合もある。父親が積極的に関与する子供は身体的にも精神的にもより健康であり、学業成績が良く、トラブル行動が少なく、犯罪行為が少なく、薬物依存が少ない。別居家庭においても、 子供が非同居の父親と長時間を過ごして一緒に多くの生活活動を行う場合は子供の学業成績は向上する。また、父子家庭で育った子供の方が母子家庭で育った子供よりも独立心が旺盛で時間に正確である。子供の成績については父親が子供と過ごす時間の長さよりも関与する質と内容の方が 大きい影響を与える。ただし役割モデルとしての影響の大きさは、接する時間の長さに比例する。娘は、父親を見て、男が何であるかを理解する。そして、自分の外見がどう見えるかよりも、自分が何をして、自分の心がどうであるかというような自分の中身の方がずっと重要であることを理解する。父親が、不在の家庭で育った少女は、 思春期を早く迎えるなど、年齢変化が早く起きる。子供は、青年期になっても、他者との関係や将来設計について、父親からアドバイスを得ている。それで、子供が思春期を過ぎた頃に、自立を促す目的で、父親が子供への関与を減らしてしまうと、子供の発達の成績は悪化する。長寿川、ルール、道徳観、倫理観、良心、禁止。 理想などと関係する人柄の一部分である。長寿画は父親の存在や文化的な統制を象徴的に内在化させたものである。少年の長寿画は父親の存在を同一死により内在化させながら形成される。フロイトから見れば長寿画の取り込みは父親の助けによって父親との同一死が成功したということである。 長児画が発達するにつれて、教育者や道徳家など、父親以外の人たちからの影響を取り込むことが可能になる。ジークムントフロイトはまた、次のように述べている。女性の長児画は、感情に動かされて気ままである。女性が行う判断は、愛情や敵意のような感情から、多くの影響を受けている。カナダ政府は、父親が子供に多く関与すると、 次の点で子供に良い影響を与えると述べている。こうしたことからカナダ政府は父親が子供に十分に関与することを進めている。またカナダ政府は父親の仕事について次のように述べている。父親の仕事は子供の発達を助けることであり、子供が自分の感情を把握して表現するように教え。 生理的な困窮を避けるよう教えることであり、子供が良い経験をする場を提供することであり、子供が頑張って目標に到達し責任を果たすのを助けることであり、市民、配偶者、親としての役割を子供に少しずつ理解させることである。手短に言えば、子供のお腹を食べ物で満たし、子供の頭を知恵で満たし、子供の心を愛と勇気で満たすことである。 セカンドチャンスジュディス・オーラースタイム ISBN 47億9420万 7514ABC ホワット・アレ・ファーザーズ・フォーマイケル・ラム HATT THE ROL OF THE FAZERHATT ABCD The Importance of Fathers in theHelicy Development of ChildrenHATT ABCD How Do Fathers Fit In KibitasHATT FAMILY 外特集男と女 お父さんの大事な役割ハットファーザーズケアパイオニアシンキング愛着理論の臨床応用について近藤清美 ABC ファーザーフットインスティチュートリサーチサムマリーハットホワットイズアーリーヘッドスタートファーザーインボルブメントサラケうや役割に関する研究にコの立子、ABC バイオロジーオブダッズ BBC ドキュメンタリー番組チャイルドレーリング Differences between mothers and fathers how.Hat AB The Common r o l e of Fathers.The 5PS University of Florida IFOS Extension.Hat o u t c o m e of Father Involvement The Father A Food Institute.Hat The Effects of Father Involvement.Hat The Physic Benefits of Being Uninvolved Father University of Florida IFOS、e、Extension.Hat Fathers ロールインチルドレンズアカデミックアチーブメントアーリーリテラシーアリックダイジェスト、ハットサーベイオブファーザーズ、インボルブメントインチルドレンズラーニング、ナショナルセンターフォーファーザリング、PTA ハットチャイルドレーリング、ディファレンセズビトウィンマザーズファーザーズハウハット、ファーザーフッドインスティチュート、リサーチサムマリー、ハットザイムポータンスオブファーザーズインザヘルシー、デベロップメントオブチルドレンハット AV、 ファーザーフッド、インスティチュートチルドレンズビヘイビアアットスクール、ハットザインパクトオブペアレンタルインボルブメントオン、チルドレンズエデュケーション、英国政府文書。P2、財務ポータンスオブファーザーズインザヘルシー、デベロップメントオブチルドレンウィルコックスブラッドフォード、ハットファーザープレイ。A ピボタルロールインチャイルドデベロップメントシェリルノイベルトハットザファーザーツールキット P5 世界の育児支援事情ベネッセ教育総合研究所カナダの父親支援を取材する理由カナダ父親支援プロジェクトハットマイダディマターズビコーズリサーチレポートに P6 ありがとうございます